フェアリーウルトラライトヘリコプター1957年のパリ航空省でトラックの荷台上に展示されるウルトラライトヘリコプターの4号機フェアリーウルトラライトヘリコプターはフェアリーアビエーション車で低コスト簡単に運搬できるように設計されたイギリスの偵察負傷兵搬送用の軍用小型ヘリコプターであるこの計画は1950年代遅くの 国防被削減の煽りを受けて破棄された。1953年に英国政府は偵察、負傷兵搬送、操縦訓練といった任務に適合した低コストの複雑ヘルコプターを求めた。要求仕様では高温環境下での高速度、向上勝率を求めており、同時に標準の陸軍3トン積みトラックの荷台に乗せて運搬できなければならなかった。 フェアリー社の詳細な提案が4機分の契約を勝ち取り、同社はさらに2機をプライベートベンチャーで製造することに決めた。ガスタービンエンジンがヘリコプター設計者の注目を集め始めており、軸駆動により生み出されるトルクとそれに、付き物の複雑で脆弱なトルク操作員のためのテールローターを回避するために、チップ駆動のローター付きの機体の生産にも興味が生まれていた。同時期には、 手動ウエスト人のエンジンから高圧の空気を直接ブレード先端に吹き出す設計のものがあったがフェアリー社はブレード先端でこの空気を燃料と混合して燃焼させる駆動方式を開発したこの方式はすでにフェアリージェットジャイロダインで試験済みのものであったウルトラライトヘリコプター用にフェアリー社はブラックバーン社でライセンス生産される フランスのターボミカパルスとターボジェットエンジンを採用し、40PC のチップジェットへ空気を供給するための大型の圧縮機を取り付けた。ウルトラライトヘリコプターは、並列複座の座席背後の床の低い位置に、反露出したエンジンを搭載した小型の機体となった。この機体は、中央のローターパイロンとエンジン、水平尾翼、垂直尾翼、 方向打が取り付けられた箱型ゲタブームを備える、警報金制の箱を基本にしていた。方向打は、ブームの下側に配することで、ジェット分流を受けてホバリング時でも、要制御の助けとなるように図られた。膠着装置は、箱型構造材に、簡単な一組のスキットが取り付けられた。チップジェット駆動の陽動式2枚ブレードのローターは、パイロンの先端に取り付けられていた。 この機体は1955年8月に初飛行を行い、その年の9月にファンボローで開催されたイギリス航空機製造協会のショーに展示された。軍用の最初の4機が製造されたが、国防費削減により1956年半ばにはウルトラライトヘリコプターには当局からの援助が受けられなくなり、フェアリー社は独自の資金で開発を続けなければならなくなった。 試作初号機にいくつかの改良が加えられ、当初はブームの先端には1枚だけの方向弾が取り付けられていたが、両端に安定板のついた水平尾翼が追加された。目立たない変更点はサイクリックピッチ制御に油圧補助が追加されたことであった。試作2号機は負傷兵用の単価が搭載できるようにキャビンに変更が加えられた。二機のウルトラライトヘリコプターは、 コンパクトさの優先度が高くない状況での性能向上のために直径の多少大きなローターを備えていた。航空省、核戦争を想定した演習では数多くのデモを実施して有用性を披露し、1958年には民間の対空証明を取得した。1956年12月に十5型フリゲート、グレンビルを改装して行われた。 関西運用試験では良好な成績が得られたことから、イギリス海軍は、ウルトラライト3機の調達を検討した。しかし、海軍航空船担当官は、本機のような小型機では、北、大西洋での作戦は困難と考えており、カナダ海軍が、リバー級、フリゲート、プレストニアンで、さらに大型のシコルスキー S-55 の運用に、成功したことにも触発されて、 最終的に一回り大きなサンダースロー P531 を中距離魚雷島車ヘリコプターとして採用することになり、本機の発注はなされなかった。国外から、特にアメリカが死州国とカナダからも興味が示されたが、発注はなく、1959年に計画が破棄されるまでにわずか6機が製作されただけであった。出展、テイラー1974。 P404 証言性能。ありがとうございます。